はい、今週もサクッとお散歩をしていきましょう。はい、結構ね、朝の間に、まあ昨日の晩ぐらいからかな、すごい雨が降りましたので、公園の中もね、もう葉っぱが結構散って、見てください。地面が葉っぱだらけ、すごいことになっております。いや、これ気をつけないと滑ったりするんでね、危ないです。で、この動画の中でもしかしたらね、ちょっと背景でカランコロンカランコロン音がね入ってるかもしれません。これねちょっとやっちゃいました。で、ずいぶん前のね動画でも結構同じこと言ってると思うんですけども、水筒に氷をね入れてきたんですよね。で、その氷が歩いてる間にねカランコロンカランコロン音をしてね、今日もそれ忘れてて、思いっきり水筒に氷を入れてきたらカランコロンカランコロンね、結構やかましいです。ちょっとお聞き苦しいかもしれませんけども、ご容赦ください。それでは桜並木のね方を通っていきたいと思います。今日は公園の中ね、2つグラウンドがあるんですけども、それぞれでね野球のどうも練習試合大会みたいなのがあるみたいで、結構ね盛り上がってて、途中ねいろいろおしゃべりしながら撮ろうと思ったんですけども、その声援がすごくね逆にノイズになるので、ちょっとねグラウンドを離れたところぐらいからね、雑談をしようかなということでねおしゃべりをし始めております。今日朝床屋さんにね、今の若い人床屋さんなんて言わないのかな、理容店とかも言わない、ヘアサロンとか言うのかな、まあじじさん古い人なんでね、町の床屋さんに行っておりますが、久しぶりにね髪を切ってまいりましたね。いやー本当にねなかなか髪切るね、機会がなかったんですけども、まあコロナ禍もねありますし、なかなかね人がこうたくさん行くところには行きたくないなというのもあって、ちょっとね様子見てたんですけども、さすがにもう髪の毛がねボサボサになっちゃったんで、もうこれは行っとかないとということで今朝ね行ってきました。いやさっぱりして良かったです。ちなみに、1650円ということで、めちゃめちゃ安いでしょ町の床屋さん ね。普通理容店とかヘアサロンとか行くとね、もうね1万とかね、そんな簡単に行っちゃうところもあるんですが、はい、1650円でございます。安っ。はい、なんやかんやとグラウンド過ぎたところから取り出したらいつもの休憩場所のところに来ましたね。はい、いろいろねお話ししたいことあるんですけど、まあ赤楚ブレイブセブンの話はじゃあちょっと休憩終わった頃にねお話ししましょうかねと思ったところに、草刈りおじさんいますね。ちょっとおしゃべりする場所またちょっと考えたいと思います。はい、この後ね引き続き、赤楚ブレイブセブンその後のお話についてちょっとね、興味ある方最後まで動画ご覧ください。はい、どうも改めましてジジさんです。ちょっと草刈りおじさんのね草刈りの音がやかましいですが、大丈夫でしょうか。はい、その後のブレイブセブンということですけども、過去のねお散歩動画でもお話をしたと思うんですけども、赤楚のね担当者と連絡が取れなくなりましたというお話をしたと思うんですが、つい先日赤楚の方からね、まあ、メールを定期的に送ってて返事が来なかったんですけども、ようやく赤楚からねメールが届きまして、でまあ中身を見るとどうも新入社員ですということで、ジジさんをね担当してくれてた、まあ、あの女性の方ね、名前出しませんけども頭文字 S さんね、 S さんね、この方がどうも退職をされたということでね、でまあその今度男性か女性かわからないんですけども、名前からおそらくね男性だと思いますが、 C さんという方から、新入社員の C ですということでね、今度担当させていただきますというねメールが来ました。
まあ、担当させていただきますというのはね、その顧客対応として担当ということではなくて、まあ、ジジさんがブレイブセブンの動画を出した時にももしかしたら言ってたと思うんですけども、まあね、だいたいこういう格安のアクションカムとかは、あのメーカーさんが、まあ、YouTube だとね、その大手さんのすごくチャンネル登録者が多いね、有名なところにバーッとね、こう、巻き絵のようにばらまいてレビューしてよということで巻くんですけども、ジジさんの場合は、アカソに直接ね、そのプロモーションプログラムに参加したいということを申し出まして、でそのプロモーションのプロジェクトの中でね活動しているということで、もちろん、フリーでね、巻き絵のように、ばらまかれた方たちとは違って、ちゃんとそのプロモーションの規約に基づいて、要は契約書に基づいて活動するという形でね、ちょっとねスタンスが違うんですよね、そのアカソさんとの関わりがね。でまあ、あのその割にはなんかその S さんね、退職なんかするっていうのもジジさんに言わないまま退職しちゃって、でまあ今度新入社員のその C さんが担当してくださるということで、まあようやくまたアカソさんとつながることができたかなみたいなね、そんな感じになっております。で、まあね、ジジさんがプロモーションにいただいたやつ、初期ロットのやつ、まあもうこのジジさんのチャンネルをずっと見ていただいている方はご存知の通り、まあ内蔵マイクの不具合ということでね、まあその外部マイクをね、ラベリアマイクをつけないとなかなか収音できないと、内蔵マイクの音だけではほとんどね、レベルが上がらないと、まあ、聞こえないという、そういうね、不具合を持ったものでした。でまあ今ね、今日現在ではすでに、ドラゴンタッチさんだったかな、Amazon なんかでももうね発売をされております。でそれはあの一応ファームウェアをねバージョン2という形で、その音声問題、改善されたものですということで売られてます。これはあのドラゴンタッチさんにもね、その販売されてるやつがちゃんと音声改善されてるやつですかということを聞きまして、改善されたものですと、ファームウェアもバージョン2に上がってますということをね、以前、メールで確認しております。で今回のその赤楚の担当の C さんにもね、その音声問題確認しております。一応、まあ、あのバージョン2では音声問題ね、その音量の問題ですよね、要は集音力、改善されてますということなんですが、正直にね、ノイズ問題をまだ抱えてますということです。でこれはその今 Amazon で売られてるやつもそうなんですけど、フィードバックコメントをね見ると、やはりその音声のレベルっていうのはまだちっちゃいんだけども、一応改善されてるような内容のものがね、ある割には時々ね、そのノイズが入りますと、これじゃあ使えませんというようなね、そういうコメントも見られてたので、そういう問題もあるんだと思って、ジジさんずっとモニターしてたんですけども、まあ、その新入社員のね、C さん、正直にノイズ問題がありますと。で、まあ、ジジさんね、その、ジジさんがプロモーションにもらったやつは、その内蔵マイクがね、もうほぼほぼ使えない状態なんで、まあ、このままこれだけでね、そのプロモーションを続けるのは非常に限界がありますと。だからまあ内蔵マイクが改善されているバージョンもね、その比較をしたいので、どれだけ直ってるか比較をしたいっていうのもありますのでね、もう一回支給してくれませんかという交渉を今までしてて、でまあ、 C さんからもね、その改善版のやつをお送りしましょうかと向こうの方からも言ってくださってたんですが、まあ、ただし、内蔵マイクは改善してるんだけど、ノイズ問題が あるかもしれませんということでね、まあ、全部が全部ノイズが乗ってるものじゃないらしくて、そういうものが中にね、混じってる可能性がありますということです。で、まあ、とりあえずね、ジジさんも、まあ、一か八かみたいな感じになっちゃいますけども、まあ、ノイズが乗ってるなら乗ってるでね、まあ、それはこういう問題があります、今改善してますと、まあ、まさにね、今改善してるということなんで、まあ、とりあえずそのボリューム、収音のボリューム問題だけね、どれぐらい改善されてるかというのをね、やはり、
皆さんにお示ししたいなという思いもありますのでね、それをちょっと送っていただけませんかというね、今お話を進めているところです。なのでね、まあ赤損さん、まあ担当によってね、非常にその全然悪い人もいるし、ジジさんみたいにね、まあその退職することは告げないで去っていったんですけども、まあずっとそのコンタクトをしてるとね、やはりキャッチアップをしてくれて、なんでその彼女のそのメールアドレスでキャッチアップできたのか、いまだにそれがね、ジジさんも不思議なんですけど、なんかその辺をなんかみんなで同じメールアドレスを使い回ししてるのかどうか、ちょっとその辺の事情はよくわかんないんですけど、まあ一応キャッチアップしてくれて、見つけてくれて、まあ連絡をくれたというね、そんな感じになってます。で、まあその方とね、コンタクトが取れたので、まあちょっとジジさん気になってるのは、皆さんブレイブセブン赤層のウェブサイトをご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますし、ジジさんの過去動画をご覧になられた方も、確かブレイブセブンって空張りあったよねと、要は今売られてるのはブラックなんですけども、ブルーね、まあ、ブルーといってもその薄いブルーじゃなくて、紺色のね、感じの濃いブルーですよね。それとホワイト、この2種類ね、これがねまだウェブサイトでも売られてないし、アマゾンでも売られてないと、非常に気になったんで、これの発売はどうなってますかと、もうやめたんですかと、空張りね。それに対してはどうもこのブルーとホワイト、このね2色に関しては来年発売をする予定ということです。まあこれはあくまでもジジさんの推測ですけども、おそらくそのノイズ問題、これを今抱えているということですので、さらにそのノイズ問題を改善した上でね、そのブルーとホワイト、これをね発売しようということかなというふうにね、ジジさんは思いました。まあアマゾンの評価すべてを鵜呑みにするわけではありませんが、まあジジさんが持ってるやつも含めてね、うん、映像の方は手ブレ補正もバッチリ効きますし、綺麗に撮れますので、まああとは集音と、全くその集音関係ない人にとってはね、うん、まあ映像綺麗に撮れてたら、まあそこそこ音入ってたらみたいな感じで妥協できるかもしれませんけども、このようにジジさんのように、まあブログライフログね、 Vlog ライフログみたいな感じで、おしゃべりを必ず動画の中でね入れてるような人にとってはですね、やっぱりこの内蔵マイク、こういうのはねしっかりしておかないといけません。でもちろんその外部マイクね、エクストラマイク、ラベリアマイク、これをつけるとね結構ちゃんと音を取れるので、まあしばらくそれでしのいで、ジジさんもいたんですけども、さすがにずっともうマイクを持ち歩くっていうのもね、こう紐でねビローンってこう持ってるのも嫌ですし、できればもう内蔵マイクだけでサクッと撮りたいというふうに思いますので、この内蔵マイク問題っていうのは非常にまあ人によっては重要な、まあ、項目っていうのかな、機能っていうのかな、なると思うんですね。はい、ということで、まあ一応ファームウェアバージョン2で、音声のその音量が取れてる、集音のボリュームがちっちゃいという問題は、まあある程度改善されたと、アマゾンの評価を見てると、まあ若干ちっちゃいよというねコメントは結構見られますので、100点ではないと思いますけども、すごい音やかましいね、100点ではないと思いますけども、まあ80点、85点ぐらいにはいったのかなというふうに、まあ、ジジさんは思っています。うわ、何の音これ、ボートの音？すごいね、何が通ってんだろう、もう困るよね、これね、収録のね、これがリアルですね、収録中にいろんな音が入ってくる、これがリアルでございます。はい、ということで、まあ、赤楚ブレイブセブン、今後もちょっと状況、目が離せない、ね、そんな状況になっておりますので、引き続き、まあ、せっかく赤楚の、ね、新しい担当の方と連絡が取れましたので、フォローしていきたいなというふうに思ってます。それから、まあ、ブレイブ8ね、こっちの、まあ、開発状況なんかも、ちょろちょろとちょっとね、確認していこうかなと思っています。
あまり一度にね、あれやこれや聞くとね、ちょっとなんじゃこれやみたいなね、ことで、逆に拒否られても困るんで、小出しに小出しにね、ちょっとちょろちょろパッパで、コンタクトを取りながら、赤荘のね、新しい製品の情報なんかも、入手をね、していきたいなというふうに思っております。はい。ということで、赤荘ブレイブセブンその5ということでね、まあ、有益な情報だったかどうか分かりませんけども、進展が少しありましたので、皆さんに情報をシェアさせていただきました。もうプール終わってるんですね。そういえばもう9月中ですもんね。いやもうプールが終わってるってこう思うとすっかり秋なんですかね。なんか寂しいですよね。さあ今週の海でございます。結構もうね空はすっかりね雲に覆われているという感じです。波の方はねあんまり荒れてはいないようですが、はい、どうでしょう、淡路島の方もすっかりねガスった感じになっております。肉眼では明石海峡大橋見えるんですけども、カメラではねちょっと映ってないかもしれませんね。曇ってるせいもあってね、明石大橋の鉄塔の上はね、シグナルがピコピコピコとね光っておりますが、ちょっとアクションカメラでは撮れてないだろうな。はい、今日もね結構釣り人が出ております。まあ、雨降った後ってなぜか釣り人多いんですけども、どうなんだろうね、雨降った後って結構魚集まってくるんだろうかね、その辺はジジさんもよく分かりません。はい、そして、対岸の方ですけども、今日はあまり船は出ていないようなそんな感じにも見えます。はい、穏やかな海でございます。山の方すごいね、向こうの大橋の向こうに見える入道雲、ね、今夜あたりまたちょっと一雨来そうな、そんな感じになっております。若干こちら晴れ間がね、見えておりますが、まあ雲の流れもそこそこありますので、ちょっとね雲行きも怪しい、そんな今日のお天気になっております。はい、浜風結構今日は冷たいですね。もう秋に差し掛かっているので、そろそろ上着なんかももう持ってきた方がいいかもしれません。今日は交通量もなぜかちょっと多いですね。釣り人が多いせいでしょうか、車も結構ね、走っております。まあ暗いせいもありまして、海の色もまあ深緑のような色になってまして、結構ね見てて怖い感じがします。はい、それではまあ埠頭での休憩はこのぐらいにしまして、さあお散歩今日も終えて帰る、そんな準備をいたしましょうか。はい、今帰り道ですが、ちょっとね帰りながらですねタイムラプス撮影してみました。歩きながらねタイムラプスを撮影ねしてみるとどんな感じになるのか、ちょっとトライしてみました。いかがだったでしょうか。結構短い動画でさーっとね流れちゃいましたけども、距離はね結構歩きましたけどね、やっぱもう少しこう長いねタイムラプスを撮ろうとすると相当歩かないとなんかちょうどいい長さの動画にはならないね。はい、ということで、歩きながらタイムラプスを撮ったらどんな感じになるのかすごく興味があったんで、撮ってみました。はい、こんな感じでちょっとねジジさんお散歩しながらね動画を撮影しております。だいたい土日ね天気がいい日は週末ねお散歩しておりますので、またちょっと気になった方よかったらね、ジジさんのチャンネルに遊びに来てみてください。そして赤荘ブレイブセブンねその後の続報ということでね、興味ある方チャンネル登録いただいて定期的にフォローいただければ、もしかしたら新しい情報がゲットできるかもしれません。はい、ということで今週のお散歩はこのぐらいにしておきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。